こんばんは。ここは大阪重曹です。13と書いて重曹、阪急電車で梅田から2駅ぐらいのところですね、大阪のですね、あの島のところ、対岸を渡ったところでございますが、まあ、今日泊まるこのホテル、ミンというところです。でこれ一応言ってきますけど、まあ、企業案件っていうのかな、まあ、案件は案件だと思うんですけども、あの撮影ご協力いただきましてですね、いろいろご配慮いただいて部屋も用意していただいて、でそれで、部屋の宿泊代もね、安くっていうかあのタダにしていただいているということで、一応ね言っておこうと思います。ただまあそんな別にそれ気にしなくてもいいと思うんですけど、あの要は堂々と撮影できる方が私もいいんでね、あのそれでいろいろと最近ではあの旅館さんとかホテルさんとかと打ち合わせした上で、やらせていただいて、まあ、撮影するんだなってことで、無料にしていただくようなことも多いんですけども、まあ、これ今日のホテルなんですが、今回泊まりますスイートルームなんですけども、まあ、これスイートルームをねタダにしてもらったわけなんですけど、ところがその部屋がねめちゃくちゃ安いんですよ。一部屋9800円でスイートルームに泊まれる。なんかこれ案件とかいうこと言ったからうさんくさいと感じられるかもしれないですけども、でも実際そんなないと思うんですよね。いや僕ねここに来た時にあの打ち合わせしてどの部屋泊まりますかみたいな話して、でスイートルームあのご用意してますよって言われて、あスイートルームいいけどこれ結構高い部屋なんじゃないかなと思って聞いたらですね、まあ、2万5000円ぐらいするんだろうなと思って9800円ということで、まあ、まだ部屋の中見てないんですけど、あの多分相当広くて、あのこれ安さには自信がありますということだったんで、でこれ9800円というのはこれは GoTo キャンペーンを適用せず、一部屋を一人で利用した場合は9800円なのでありますが、これもし2人で利用した場合でも一部屋9800円ということなので4900円で、さらには GoTo キャンペーン適用されますので、2250円ぐらいになるのかなということなんですよね。一人頭2000円台で泊まれるというのはちょっとすごいことなんじゃないかと思いますけども、そういうことですね。よろしくお願いします。チェックインよろしくお願いします。ご予約確認できました、ありがとうございます。ありがとうございます。これでチェックイン完了ですね。はい、画面に表示されるのがお部屋の番号とお部屋の暗証番号でございますね。はははこちらあの写真にお控えください。あ、わかりました。これね、これ視聴者の皆さんこれ見てください。これね、あのこういう風にあのメモ帳がここに出てきてるんですけども、あの私の部屋が 5M で、これが暗証番号だと。でこの暗証番号をこれ自分で、まあ、なんかメモするか、もしくは、まあ、携帯電話があるからね、充電切れないように注意しないといけないですけど、充電あるかな、ちゃんと。僕の暗証番号めちゃくちゃ長いんでお待たせしてるんですけど、充電切れかけてるわ、まあ、後でちゃんとメモもしておきますけど、これをこうやってこう取るわけですよ。これでこうですね、あの自分の部屋に行くと。すごいですね、この無人フロント。すいません、お待たせしました。ではごゆっくりどうぞ、後ろのエレベーターご利用ください。はい、どうもありがとうございます。ということでですね、あのこのようにあの無人で、あのズームでチェックインをするというあの変わったことです。でこれはあのホテルのその変わったような感じのね、この無人チェックインというのが面白いから売りになってるっていうわけじゃなくて、まあ、これ自体面白いんですけど、あのこういうことをやってね、あのコストを削減して、そしてあとはここにもね書いてあるんですけど、当ホテルでは客室清掃は滞在期間中には行わず、チェックアウト後に行っております。で、追加清掃として1回4000円、これは要するに清掃は基本的にやらないけれども、どうしても掃除してほしい場合には1回4000円を払ってくださいねということになってるわけです。これなかなかね、あの掃除をやらないっていうところは珍しいんじゃないかと思うんですけど、でも一方で別にそんな汚く使うことはないですしね、そんな毎日自分の部屋だって隅々まできれいにするってことを普段の生活でしてないわけですから、別に清掃なんかしてもらわなくてもいいんじゃないか。その代わりこういうことをしない代わりに料金が極端に安くなっているそうです。ちなみにいつもは人はいないんですけれども、今は GoTo キャンペーンのあのあれクーポン配ってますから、その関係で基本的にここに人がいるそうです。どうぞよろしくお願いします。それで来ました。ここは廊下なんですけども、私のスイートルームがこっちにありまして、もう入ったんですよ。部屋やっぱすごいですよ。 5M ね、これね、まあ、この表札みたいなの入ってるんですけど、このホテルのコンセプトがあのアパートメントホテルっていうことで、まあ後で詳しく話しますが、ね、これ暗証番号ここにもメモしてあります。6918320、918320で、これ開いたらばガチャってやる。だから鍵ってのはないわけです。ちなみに暗証番号はあの毎回変わるらしいんで別に問題ないんですけど、この部屋をね見てもらいたいんですよ。1万円、2人で1万円の部屋とは思えないですからね。これです。これリビングルームで、リビングルームとそれからこちらに
クイーンベッド2つですよ。だから泊まろうと思えば最大で4人で泊まることができる。寝心地も普通にいいですね。さっきはまだこの上に横たわってはいなかったんですけど、あ、いいな。普通に良くないですか。これ1泊で1万円なわけじゃないですか、2人でね。だからまあ30日間、30連泊して1ヶ月でも、まあ、家賃30万なわけじゃないですか。まあなんか ワンチャン1ヶ月利用あるんじゃないみたいな感じじゃないですか、これ。危うくベッドが快適だったんであのまま寝そうになったんですけど、ちゃんと撮影はしなきゃいけないんですが、まあ、ともかくね、こんな広い部屋ですよ。普通にマンションじゃないか、ね、で、このホテルのね、あの大きな売りなんですけども、これです。これキッチンね、まあ、キッチンとそれからまあ電子レンジ、まあ、冷蔵庫もありますがっていうのがありまして、電子調理器もあって、ここに食器もあるということでして、まあこういう調理ができる。で、まあこういうホテルは前にも紹介したことはあるんですけども、まあこのホテルのですね、結構今日どんぐらいやってる人、この料理とかやってる人いるんですかって聞いたらば、実はまあフロントの脇のところに、他にも補助用 のお玉とかのね貸し出しとかもあるんですけども、それがなんか今日結構なくなってたらしいんですよ。だからね、今日調理してる人いっぱいいるみたいですよ。で、ここで調理することを前提にして食材とかを買い込んでくる常連さんとかも結構いるそうです。もう本当にマンションじゃないかと思うんですけど、これトイレが、まあ、トイレであると、スペースに妙に余裕がなんかこれ広いですよね。ほら、これ分かります？これ結構距離が離れてるね。これとそれからこれもですね、これか、普通にマンションなんですよね。洗濯機もあります。で、まあやっぱコスト削減ってことだと思うんですが、こういうところにね、これ中国かもしくは韓国かどっかだと思うんですけど、っていう感じのね、ちょっと違うって言ったらおかしいけど、まあ、なんか日立とか東芝とかそういうやつではないみたいですが、別にいいですよね、そんな一回使うだけとかでね。これがまたお風呂もちゃんとしたのがありますしね。ほんとスペースにはとにかく余裕があるみたいで、アイロン台も置いてあって、それからこっちにはアイロンがありますが、クローゼットがね、広い。人が普通に入れてしまうぐらいの大きさですから、こんな逆に大きくなくても別にここまであればいいんじゃないのかって気もするんですけど、台は小を変えますからね。で、基本的に清掃がないってことは、じゃあ例えばね、ここで調理するわけじゃないですか。調理して生ゴミが出ますよね。その生ゴミは、まあ、ここにあるゴミ箱にすればいいんですけど、でゴミ箱に捨てたらゴミ箱がいっぱいになったりとか、例えば1週間ここに連泊したら、生ゴミが1週間それ腐る、それじゃダメじゃないか、どうするかって言ったら、まあゴミはね、ドアの外に置いていけばいいそうだし、それから他にもこのホテルの人に問い合わせをしたいとか電話でなんか聞きたいとかもあると思うんですけど、そういう場合はね、ここにLINE がありまして、この LINE のやつを例えば友達登録みたいなことですね。それでここで LINE で連絡すると、フロントにまあ友達感覚で、すみません、ちょっとゴミ回収してもらいたいんですけどとか言うと、あ、じゃあいついつ行きますねとか、あ、今行きますねみたいな感じで返事をくれたりとかね、するようになってるとか、これ結構便利だと思うんですよね。スイートルームってのは長期滞在のためにあるみたいな、私はそういう認識なんですけど、要はベッドルームとそれからリビングルームと、あとまあキッチンみたいなのが、ね、いろいろと分かれてると。確かにここはスイートルームの定義がジュニアスイートみたいな感じで満たしてると思うんですけども、長期滞在するにはいいんじゃないですか。本当なんか狭苦しくないしね、長く同じホテルとかに泊まるってこと私もやったことあるんですけど、もう狭くてなんか嫌になってくるんですよね。それがないで、ここは民住層ですけども、民グループってのは他にもありますんで、これ多分他のところもね広いんじゃないのかな多分。まあ、実際もともとは私民上野に泊まる予定だったんですけど、まあもちろんホテルによって内装とかいろいろ方向性違うところもあるとは思うんですが、結構いいですよね。まあ、これはまたちょっと違う、なんですか、ブランドだと思うんですけど、カリオって書いてあるから。ね、このホテルなんですけど、これ絶対元はホテルじゃなかったよなと思ってね。まあ、この形ですよ。ね、どうせだったらもうちょっとこの建物の敷地をうまく使って、そして部屋をなるべく多くするような形を取るんじゃないのかなと思うんですけど、だからこれね、もともと何の建物だったんですかって聞いたんです。そしたらね、なんかこのエレベーターだけはバブルな感じがしますけれど、もともとは飲食店がいろいろ入ってる雑居ビルだったらしいですね。このエレベーターの丸いのとこ外が見えるっていうのはまだか90年代か80年代みたいな感じですよね。80年代はちょっと古すぎるかな、それは失礼か、いつぐらいかは知りませんけど、
という感じなんです。でもちゃんと全部ホテルですよ。でエレベーターが着くと本当にこのようにフロントには誰一人としていないわけです。いないんですけども、本当にこのホテルが無人なのかというと無人ではなくて、実際には運営の方はいます。これずっと常時ズームでね、フロントというかその奥の事務所のところと通じている状態になってまして、で事務所にいる方にね、すいませんってここで呼びかけると、事務所の方がね、あ、すいません、はい、すいません、お待たせしましたとか言って来てくれるそうです。こうやって見ると本当にホテルには見えないですね。しかも上に AP って書いてあるんですけど、この AP ってなん多分ここ MINN で、ミングループのホテルですから全然 AP って多分関係ないと思うんですけど、多分前のやつの、あ、これなんか書いてありますよ、これアカデミープラザファッションビルディング、前は多分こういう名前の建物だったんでしょうね。でそうじゃなくなったけれども、まだ当時の名残がこうやって見られるんだ。私こういうの好きなんですよ。さて、まあ、外へ出てきたのはですね、これからちょっと夕飯まだ食べておりませんので食べようと思って来たわけですが、あの AP と書かれた私のホテルからすぐのところに商店街がありますんで、まあ、ここでなんかねいろいろ買ってきゃいいのかな。スーパーマーケットっぽいやつがあるんで、もしあそこで調理とかしたくなったらここら辺の商店街でやっぱ買い集めれば良さそうですけど、さすがにね、さすがにちょっと買い集められたとしても今日もう疲れてますんで、夜も10時くらいなんですけど自分で調理する気にはなんないな。牛丼屋でなんか買っていこうと思ったんですけど、牛丼屋の前にキャッチの人がいっぱいいて、今なんか食事しないですかとか言われてね、いやいいですとか言おうかなと思ったんですけど、やっぱ大変じゃないですか今時、あ、すいませんっていう感じで言ったらね、向こうも優しくてね、あ、そうですよねみたいな感じで、まあ、すぐ引いてくれたんですけど、いつもよりも相当苦労して客引きしているだろう人の目の前でなんか牛丼屋入ってたらかわいそうだなと思ってね、別にそんないつもだったら気にしないんですけど、全く気にしないんだけどね、ちょっとかわいそうだなと思って、なんか結局牛丼屋目指して行ったのに寄らずにぐるっと一周して戻ってきちゃいましたよ。ドンキホーテもありますね。これまっすぐ行ったところ、もうすぐあそこの角が私の泊まってるホテルですから、まあ、長期滞在にはいいわな。手前のところキャッチの人まあまあいますけど、みんなねなんか人がいいんですよ。だからなんか断るの申し訳なくなっちゃうわ。それが上手なのかもしれないですけど、あの自転車の乗りすぎてね、もう肩が凝ってしまって、ずっともう10時間とかこうやって、ね、運転してるとねおかしくなるんですよ。そしたらね、あ、お兄さん肩凝ってはんの、マッサージやんないって言われてね、これやってもいいんじゃねえかと思ったんですけど、でももう眠いから申し訳ないって断ってきました、また寄ってねって言われて、そんなににこやかに言われるとこの人心得てんなと思ってね、なんかもう次来た時に眠くなかったら行ってもいいかなと思ってくるんですよね。セブンイレブンがありましたんでお好み焼きを買いました。ちょうどよかったですよ。これ携帯電話見ながらやるのね。6918320 OK。 あ、ぼーっとしてしまっちゃった。まあ覚えてるからいい。6918320 OK。開きました。結構すぐ開けないで閉まっちゃうかな。完全にマンションだよね。これこの流れがまさにマンションでさ、電動自転車の充電がさっきここに1ヶ月泊まったら30万円って言いましたけど、 GoTo キャンペーンがあるから、まあ、毎日そんな何千円も地域共通クーポンいるのかって問題ありますけど、実質15万で1ヶ月住めるのか。まあ1ヶ月とか何ヶ月も住むってことを考えたらここよりも普通にマンション借りた方が安いと思うんですけど、でもまあ一応ねちょっとはサービスもついていて、それでね15万円だったらまあいいんじゃないですか。でもあれか、あの掃除が全くしないってわけにはいきませんからね。たまに4000円払って変えてもらわないといけないかもしれませんけど、これお好み焼きなんですけど、よりによって広島風のやつなんですよね。はい、おはようございます。そして翌朝になりました。もうちょっと早く起きようと思ってたんですけど、少し寝坊してしまったんですが、まあそれですけどね、あの昨日夜寝てたから、寝てたで眠かったからあんまりねちゃんと意識しないで紹介してしまったんですけど、よく考えたら洗濯機あるんですよね、ここね。これスイートだけなのかな、普通のやつもついてる。ちょっとこれはあのね、確認しといた方がいいところかもしれませんけど、こんなまであってコインランドリーあるから、あのそれ洗ったらどうですかみたいな話とかねしようかなと思ったんですけど、別にあれあるんだったら部屋で洗えばいいじゃん。私も洗濯すればよかった。
まあ、ともかくめっちゃ広いお部屋の紹介はもうこれ十分かなと思いますけれど、あとね、こういう部屋だけじゃなくてなんか大人数で泊まる部屋みたいなのあるんですよ。これですね、これこれ、こういう風に、ね、大人数で泊まれるような部屋もあるわけです。まあ、ここでもやろうと思えば4人で泊まれるわけですが、これで1人泊まるのが増えるのにね、いくらかかると思います。基本的に1人泊まる人数が増える場合プラス1人当たり2000円でいいそうです。安いよねやっぱ。あ、ちなみにただし定員がこの部屋の場合2人と設定されてますんで、2人までの場合はプラス料金はかからないらしいです。じゃあ出発、今朝の7時半なんですけど、安いからね、早くに出発しても損した気分にならない。これすごい高い部屋だともうちょっといないと思う、もったいないんじゃないかなみたいな気がしてくるんですけど、そうならないならいいですね。そういうフロントに来ると確かに誰もいないわけなんですけども、これですチェックアウト方法というふうに書いてありまして、これはですね QR コードをこれで、これ QR コード読み込むんですよ。そうするとあなたのチェックアウトをするかどうかっていうのがこれ書いてくださいみたいに言われるんで、重曹の部屋は 5M ですね。であとは名前か、名前入力するとチェックアウトが完了しましたというふうに出てですね、これでチェックアウト終了ですよ。全部終わり。チェックインの時もこの要領でスマートフォンを使ってこれ QR コードを読み取って、それでピッピッピッとこう入力して必要情報に法律で提供しないといけないですから送るということになっているわけでございます。じゃあこれスマートフォン持ってない人どうするんですかって聞いたら、そういう時はここにある Zoom でこう呼びかけて、今多分僕がめっちゃここで一人で声出してるから多分向こうの係の方に多分通してるんだと思うんですけど、これでここでですね向こうに呼びかけて、それで、来ていただくとかそういう対応はできるそうなんで、別にスマートフォンがないと絶対このホテルに泊まれないとかそういうこともないですから、だから多分これ常時事務所の方に僕の声聞こえてるんだと思うんでね、お礼言って帰りますかね。どうもありがとうございました。行きましょう。